Welcome back to Let's Play Trails in the Sky. My name is Karsten. So I was heading back along this way to build up CP in case I encountered a shiny palm. And because heading the other way triggers plot, I found out. And it just occurred to me, let's check on the old man lighthouse. See how he's doing. Okay. And we can't ride the rope down, so I guess we have to walk down manually. Yeah, basically I was just beating up these guys since they're really easy. Well, that takes care of that. They don't give much XP, but mainly I was doing it to get attacks in to build up CP. Alright, let's head back. Towards the plot. Well, あなたたち宿の人から聞きましたよ。犯人を捕まえてくれたそうですね。本当にお世話になってばかりで。 なんとお礼を言っていいのでしょうか。そんな風に言われると照れちゃうな。それに、本当のことはまだ言わない方がいいよね。僕たちは一旦報告のためにルアンへ戻ります。犯人たちはカルナさんが厳重に監視してくれていますので、どうか安心してください。ええ、本当にありがとう。 姉ちゃんたち、あいつらをやっつけてくれたんだろ。さすがだぜ。明け方に先生がやっと目を覚ましたんです。<笑>よかった。はあ、安心したらお腹減ってきちゃった。 先生が目を覚ましたの。 All right. Completely optional little conversations there, but anyway. Did you have anything I needed? Grab a couple of these. I already have plenty of those. Actually, these.
grab some of these ingredients. You know, nothing I know of, I know the recipe for uses these yet, but I don't have any, so I should grab them just in case. A lot of stuff uses that. It's cheap. Dragon beans. That's cheap, may as well grab it. Grab some of those. ダルモア市長が事件の黒幕だったなんて、親切そうに振る舞っていたのも全部お芝居だったわけね。あの、少し気になったんですけど、今回の件でダルモア市長を逮捕することはできるんでしょうか。え？そうだね、難しいかもしれない。遊撃士協会は国家の内政に不干渉という原則があるからね。ルーアン地方の責任者である現職市長を逮捕するのは難しそうだ。ちょっと待ってよ、それっておかしくない？おかしいけど、それが決まりだからね。この決まりがあるからこそ、ギルドはエーボニア帝国にすら支部を持つことができたんだ。そうは言っても。とにかくギルドに行ってジャンさんに相談してみよう。いい知恵を貸してくれると思う。大丈夫、心配することないって。院長先生たちを苦しめたツケはきっちり払ってもらわないとね。はい、そうですね。politics。Good. Get all the way back there, I think. We'll find out. Or not. クローゼ、どうしたの？エステルさんたちはギルドに行かれるんですよね。私、やることを思い出したので、先に行っててもらえませんか？すぐに追いつきますから。構わないけど、一旦学園に戻るのかい？一応学園長にも報告しておこうと思いまして。そっか、分かったわ。ギルドで待ってるからね。ごめんなさい、エステルさん、ヨシアさん。これでいいわ。話は分かった。まさかダルモア市長が一連の事件の黒幕だったとは。こいつは大事件だぞ。それでジャンさん、市長を捕まえることはできるの？残念だが逮捕は難しそうだな。現行犯だったら市長といえど問答無用で逮捕できるんだけどね。やはりそうですか。そんなだったらこのまま悪徳市長をのさばらせてもいいってわけ？
まあそう慌てなさんな。遊撃士協会がダメでも王国軍なら市長を逮捕できる。あ、エステル君、ヨシュア君、これから市長邸に向かって市長に事情聴取を行ってくれ。多少怒らせてもいいからできるだけ時間を稼いでほしい。なるほど、その間に王国軍に連絡するんですね。その通りさ。動力通信でレイストン要塞の司令部に応援を要請してみるよ。軍に頼るのは尺だけど仕方ないか。よし、クローゼが追いついたら早速市長邸に向かって。お待たせしました。いいタイミングで来たわね。学園に寄った割には随分と早かったね。明日には自信がありますから。それでどういうことになりました？ちょうど市長のところに乗り込むって話をしてたのよ。王国軍の連中が来るまで事情聴取して時間稼ぎするの。あ、そうですか。余計なことをしたかしら。ん？クローゼも来るよね？あ、はい、どうかご一緒させてください。ジャンさん、連絡の方はどうかよろしくお願いします。ああ、任せておいてくれ。 Alright, while we're here, Jabba is what it was called. Alright, well, we've cleared it, so, お疲れ様。何か依頼を達成したら。Alright, so all those are cleared. Actually, it was, okay. South area. やっぱり悪どいことしてるからこんな屋敷に住めるのかしら。それは関係ないと思うけど。ダルモア市長は元は大貴族の家柄ですから、この屋敷も代々の当主に受け継がれたものだと思います。そっか、確かに屋敷に罪はないわよね。まあいいや、なんとかあの市長を問い詰めてやらなくちゃ。All right. ルーアン市長邸へようこそ。申し訳ありませんが、ただいま市長は接客中でして。また来ていただけますでしょうか？ちょっと待ってよ。その来客のことなら僕たちも承知しています。デュナン公爵閣下ですよね？え、まあその通りですわ。ひょっとして皆様も招待されていらっしゃるのですか？はい、市長から直々に。お邪魔しても構いませんか？よく見たら遊撃士の方ですわね。そういう事情でしたらどうぞお上がりになってください。市長と公爵閣下は2階の広間にいらっしゃいます。わかりました、親切にありがとうございます。あ、そうだわ、お客様が増えるのだったら
その分お茶を用意しないと。私これで失礼しますね。あれ、どうしたの？別に。そうだ、よく工作閣下が来ていると分かりましたね。ああ、鎌をかけただけだよ。別荘地を国内外の富豪に売りつける計画だっただろう。デュナン公爵なんか格好のお得意さんだと思ってね。悪知恵が働くんだから。市長に招待されてるなんて口から出任せ言っちゃってさ。出任せじゃないよ。初めてダルモア市長に会った時に言われたじゃないか。レイブンの連中が迷惑をかけたら遠慮なく市長邸に来てくれってさ。あ、そっか確かに招待されていますね。そういうこと。それじゃあ遠慮なく大広間に向かうとしようか。Mm-hmm. I'm also curious about that maid saying, well, if your bracers, well, if circumstances demand it, I wonder if she knows that things are not exactly... Let's see, I don't think it's back here. So it would be the other path, I guess.Hang on a sec. All right, so upstairs the banquet hall, huh? Hi there. Yeah. It's over this way, though. No, nothing important. なかなかいい話だ。確かにこのルーアンは別荘を持つには絶好の場所だ。しばらく滞在してよくわかった。そうでしょう、とも。その高級別荘地の中でもとりわけ素晴らしい場所に閣下の別荘を用意いたします。必ずや気に入っていただけるかと。お主なかなか話がわかるな。いいだろう、ミロに糸目はつけん。次期国王にふさわしい豪華絢爛な別荘を用意するがいい。そうだな、最低でもこの屋敷くらいは欲しいところだ。閣下、しばしお待ちを。女王陛下に相談もせずにそのような巨額の出費は。黙れフィリップ、私は次期国王だぞ。このくらいの買い物は当然だ。いやはや、公爵閣下ならば分かっていただけると思いました。後で契約書を持ってこさせます。その前にもう一本。うっとっと、こんにちは、遊撃士協会の者です。君たちは。なんだお前たちは。どこかで見たような顔だが。おお、いつぞやの。こんにちは、執事さん。ちなみに今日はそこの市長さんにお話があって来ただけだから。困るな君たち。ギルドの遊撃士ならば礼儀くらいわきまえているだろう。大切な話をしているのだから出直してきてくれないかな。何分緊急の話なので失礼の段はご容赦ください。実は放火事件の犯人がようやく明らかになったので。
その件か。仕方あるまい。公爵閣下、しばし席を外してもよろしいでしょうか。あ、ここで話すといい。どんな話なのか興味がある。しかしいいじゃない、公爵さんもああ言ってるし、聞かれて困る話でもないでしょ。まあそれはそうだが、そういえば昨夜はまたもやテレサ院長が襲われたそうだな。放火事件と同じ犯人だったのかね。その可能性が高そうです。残念ながら実行犯の一部は逃亡している状況ですが。そうか。だが犯人が分かっただけでもよしとしなくてはならんな。ちなみに誰が犯人だったのかね。それなんだけど、市長さんが考えている通りの人たちだと思うわよ。そうか、残念だよ。いつか彼らを更生させることができると思っていたのだが、単なる思い上がりに過ぎなかったようだな。あれ、市長さん、誰のことを言ってるの？誰って、君、レイブンの連中に決まっているだろうが。夕べから行方をくらませているとも聞いているしな。残念ですが彼らは犯人ではありません。むしろ今回に限っては被害者と言えるでしょうね。何？今回の事件の犯人、それは。ダルモア市長、あんたよ。秘書のギルバートさんはすでに現行犯で逮捕しました。あなたが実行犯を雇って孤児院放火と寄付金の強奪を指示したという証言も取れています。この証言に間違いはありませんか。でたらめだ。そんな黒装束の連中など知るものか。あれ、おかしいな。私たち黒装束だなんて一言も言ってないんだけど。知らん。私は知らんぞ。全ては秘書が勝手にやったことだ。往生際の悪いおじさんね。高級別荘地を作る計画のために孤児院が邪魔だったと聞いています。これでもまだ容疑を否認しますか。しつこいぞ君たち。確かに随分と前から別荘地の開発は計画されている。だがそれはルーアン地方の今後を考えた事業の一環に過ぎん。どうして犯罪に手を染めてまで請求に事を運ぶ必要があるのだ。それは莫大な借金を抱えてるからでしょ。ナイアル、どうしてここに。やな、そこの市長さんを取材しようと屋敷まで来たらお前たちが入っていくじゃねえか。こりゃ何かあるなと思ってお邪魔してみたらこの有様だ。いや、一部始終聞かせてもらったぜ。なんだね君は。あ、リベール通信の記者ナイアル・バーンズと言います。実はですね、最近のルーアン市の財政について調べさせてもらったんですが、ダルモア市長、あなた市の予算を使い込んでますな。それは別荘地造成の資金として。そいつは通りませんぜ。まだ工事は一切始まってない。ちょいと妙だと思ったんで飛行船校舎まで足を伸ばしてあなたの動向を調べたんですよ。するとあら驚き、1年ほど前に共和国方面にたびたびいらっしゃってますね。ただの観光だというのは表向きの理由。
本当の理由はあちらの相場に手を出して大やけどを負ったからでしょ。相場って何？市場の価格差を利用してミラを稼ぐ売買取引です。ある品が安い時に買い込んで高くなったら売るような。あ、なるほど。それでこの市長さんはどれだけ損しちゃったわけ？共和国にいる記者仲間に調べてもらった限りではおよそ1億ミラってとこらしい。寄付金の100倍ですか。確かに犯罪に手を染めても不思議ではない金額ですね。え、1億とはな。私もミラ使いは荒い方だが、さすがにお主には乾杯だぞ。何競ってるんだか。まあそんなわけで、莫大な借金を返すために市の予算に手を出したはいいが、問題を先送りにしただけだ。どうするものかと思っていたら、まさか放火や強盗までして別荘地を作ろうとするとはね。なんと言いますか、行き当たりばったりですな。そんな証拠がどこにある。憶測だけで記事にしてみろ。名誉毀損で訴えてやるからな。あらま、開き直った。貴様らもそうだ。市長の私を逮捕する権利は遊撃士協会にはないはずだ。今すぐここから出ていくがいい。もうやっぱりそうきたか。さすがに自分の権利はちゃんと分かってるみたいだね。市長、一つだけお伺いしてもよろしいですか。なんだ君は。王立学園の生徒のくせにこのような輩と付き合って。とっとと学園に戻りたまえ。どうしてご自分の財産で借金を返さなかったんですか。確かに1億ミラは大金ですが、ダルモア家の資産があればなんとか返せる額だと思います。例えばこの屋敷などは1億ミラで売れそうですよね。バカなこと。この屋敷は先祖代々から受け継いだダルモア家の誇りだ。どうして売り払うことができよう。あの孤児院だって同じことです。多くの思いが育まれてきた思い出深く愛おしい場所、その思いを壊す権利なんて誰だって持っていないのに、どうしてあなたはあんなことができたんですか。あのみすぼらしい建物とこの屋敷を一緒にするな。あなたは結局自分自身が可愛いだけ。ルーアン市長としての自分とダルマー家の当主としての自分を愛しているだけに過ぎません。かわいそうな人。よくぞ言った小娘が。こうなったら後のことなど知ったことか。
ファンゴ、ブロンコ。餌の時間だ。出てこい。なんなの？獣の匂い。なんだ？まずい！公爵閣下！信じられません。魔獣を飼ってるなんて。お前たちを皆殺しにすれば事実を知る者はいなくなる。こいつらが食い残した分は川に流してやるから安心したまえ。狂ってやがる。こんな屋敷の中で魔獣と戦うことになるなんて。でもこれで現行犯として市長を逮捕することができる。あなたたちに恨みはないけれど、人を傷つけるつもりならば容赦はしません。Well, I did not expect a monster battle here. Oh, great. Of course, I get poisoned after taking off the anti-poison thing to put in other stuff. Anyway, what do we got here? Weak against physical arts. Weak against arts. High arts defense, weak against physical attacks. High offensive skills, but weak against arts. Okay. Yeah, that's weak. Okay. Wow, really? Okay, let's hit you with that then. Yes!
Wow, that doesn't retarget? Okay, I mean, technically we are kind of hurting here. What heals a bunch? Guys are really annoying. That one's gone at least. So that one is going to be even more annoying now. Still, we can do that. Trying to save these, but okay, fine. Again. That in mind. Well, let's hit you with that at least. Take him down. Miss. All right. Awesome. Great job. Great.
Two in a row. Lovely. Hit it. Do I have any debuffs? Not really. To heck with it, I'll use this. Get that heal in. Ah. That was annoyingly difficult. We're good to go. But we are going to take a break here for the next episode. Because I'm sure there will be more cutscenes coming up soon. I hope you have been enjoying. If you have, likes, comments, very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a nice day.